ハレリア、アメン。アメン、ハレリア。ハレリア、アメン。アメン、ハレリア。6月22日、日曜日、梅雨の真っ最中ですけれども、雨が降ってますが、もうハレリアと言いましょうね。ハレリアって言うと晴れになって、アーメンって言うと雨が降るわけではありません。いつも私たちの心は晴れています。アーメン。状況ではないのです。多くの人は状況を見て自分の心も変わってしまいますが、私たちは状況を見ません。変わらない方を見るのです。アーメン。船はですね、何を見るかというと、そのコンパスでね、コンパスを見たり星を見たり灯台を見たりしますね。つまりその船っていうのはその方向が大事なわけです。そして灯台とか星とか、コンパスとか変わらないものを見て、後悔するわけですね。つまり、その方向が変わらないっていうことが大事じゃないでしょうかね。しょっちゅう方向が変わっちゃったら大変なことになるね。多くの人は状況を見るので、その状況を見るので振り回されるわけです、ね。世の中の人たちはもう疲れきっちゃう疲れきっちゃうわけですね。それは状況でいつもその方向が変わっちゃうからです。クリスチャンは方向は変わらないんです。私たちはイエス様というお方、永遠から永遠に生きておられる方、昔いまし、今いまし、やがて来られるお方、永遠のお方を見ているのです。ですから私たちの人生は、私たちの心は、方向は変わらないんです。クリスチャンはいつも前に向いて、イエス様を向いてですね、こうまっすぐこう歩くんですね、こうやってね。こうイエス様が十字架にかかるときに、エルサレムに入るときに、イエス様はエルサレムの方を向いてまっすぐに歩いたって書いてありますね。すごいですね。エルサレムに行ってまっすぐ歩いた。ね。それは、イエス様にとって十字架にかかるという大事なことをしか考えてなかったということです、ね。他のことはもう考えない。もう十字架のことしか考えない。自分がエルサレムに行って十字架にかかるという天のお父様の使命を全うするために、イエス様はそのよそ見をしないでまっすぐにエルサレムを向いて歩きました。皆さん、私たちもそのような歩き方をしませんか？私たちの生活、人生の中で、イエス様の再臨、神の国に目を向けて、他のことを考えない。もうそのことだけを考える。イエス様のことだけを考える。イエス様の御心だけを考える。ね、イエス様がなさろうとすることだけに目を向ける。もうこの世のこと、ワールドカップも見ない、まあ見ちゃいけないってことじゃないですが、私は見てませんが、もうワールドカップ、進行的にまあ見てもいいと思いますが、大事なポイントは、ね、ワールドカップで勝つことが大事なんじゃないんです。皆さん、わかりますか？ワールドカップで勝つことは、単なるこの世の名誉です。この世の栄誉です。ね、ああ、ワールドカップ勝った、喜ぶかもしれません。でもそれは偽物なんです。偽物。本物は何ですか？本物は天において命の冠、義の冠をもらうことが本当の勝利じゃないですか、ね。この世の栄誉、この世の勝利は本当の栄誉、勝利ではないということです。ですから私たちは本当の勝利に向かって歩む必要があります。サタンの手口は惑わしですね。その大事なものを見せないようにする、大事なものがこの見ないようにする、それが惑わしです。ですからある意味ではワールドカップも惑わしなんです。クリスチャンがそのクリスチャンの心をね、こうワールドカップに向けてですね、寝不足になってですね、礼拝に来れないというね、それはサタンの惑わしなんです、皆さんね。でいろいろありますよ、惑わしね。もういろんな事件たくさんあるじゃないですか。ニュースがたくさんあるのは、まあ
その神様がそのニュースを通して祈んなさいという側面もあると同時に、サタンがいろんなニュースでクリスチャンの心をこう混乱させる、ね、クリスチャンの心をこう振り回すという、そこに大きなサタンの魂胆があると思います。ですから皆さん、大事なのは私たちの心をしっかりと、方向を定めてぶれないということですね。ぶれない、私の方法はぶれないと言いますけれどもそのぶれない方法は、ね、イエス様を見ることなんですね。イエス様こそ私たち の、そのライトハウスですね。よく教会でライトハウスという、教会がありますけど、灯台という意味なんですね。ライトハウス、ね、灯台にイエス様が光です。灯台って光を放つじゃないですかね。だからイエス様の光をいつも見る、ね、私たちの人生はそれで安定するわけですね。多くの人の人生は難破します、ね、遭難します。破線という言葉がありますが、聖書にも破線という言葉がありますね。要するに座礁してコースが間違えて、この、ね、海底にこう擦っちゃって座礁する。多くの人の人生は破線であり座礁であり難破ですね。私たちは安全な航海、安全なコース、イエス様の道こそ本当の命に至る道、その神様に守られるコース、この世のコースは破線のコースです。難破のコースですね、もう目的地に着かない。よくデスティニーっていう言葉私たちは使うんですが、そのデスティニーというのは、運命とか到着地という意味があるんですけど、私たちは天国がデスティニーですね。天国に到着することが、その私たちの航海の目的です。ぜひ皆さんの航海が必ずその、デスティニーである天国にたどり着くことを私は本当に願います。私自身も気をつけなきゃいけません。私も途中で座礁しないように、破線に合わないように、しっかりと灯台を見て、間違ったコースじゃなくて正しい道を歩んで、そのデスティニーに着きたいと思います。皆さんと一緒に永遠の御国、永遠の天国、そこにたどり着きませんか。そしてまだ多くの人が、間違った方向に行っています。地獄に行く方向に行っています。サタンに惑わされています。サタンに騙されています。そういう人たちを正しい道に導こうではないでしょうか。この放送を見てくださる方が少しでも真理を悟って、なるほど、そうか、私の道は間違ってたんだ、私の道は、その罪の道だったんだ、欲望の道だったんだ、サタンに惑わされた道だったんだと気づいてほしいと思います。どうぞ皆さん、一緒に礼拝をして神様から祝福を受け取ろうではないでしょうか。イエスキリストを信じる者、イエスキリストを礼拝する者に神様の素晴らしい祝福が来ます。アメン。アメン。皆さんこんにちは。アメン。アメン。いやまあね、外はねちょっとね梅雨ということでね、雨が降ってますけども、私たちでねこれから聖霊のシャワー、聖霊の雨をですね、その場で裸でですね、もう裸台になって、受け取ろうではありませんか。それでね、私たちはですね本当にですね、さっき、キューちゃんが言ってました、窓足があると一直線に向いて行くのにも、それが行けなくてナンパしてしまうと、人生ですね難しいものがあって、そういった意味で、多くの人がですね、ナンパしている人生だとおっしゃってました。多くのですね、今ニコ生のリスナーの方々ですね、コメントが、私たちに対するコメントがですね、悪いコメントがですねいっぱいあってですね、その悪いコメントはもう本当にですね、私たちのですね信仰をですね、ナンパさせようとしてで、今必死になっていろんな悪いコメがですね、ああでもないこうでもない言ってます。もうね本当にね、みんなで、ね、キューちゃんがねせっかく持ってねここにね作ったねこの十字架ね、十字架、これ
これいつもねガムテガムテって言うんですよ。これ私たちのですねまっすぐ見るですね信仰のコメントがねまっすぐの信仰コメントが欲しい中でここにですねこれをキューちゃんが しますとですねいつもガムテガムテって言うんですけどこれどう考えても木ですからねこれねどう考えても木ですよこれはこれはもうねガムテでは何でもないもうはっきりとした神様のイエス様のですね赤い血の十字架なんですよ神様これをですね、ぜひともですね、みんなにね、分かっていただきたい。もうガムテガムテもう言わないで。もうガムテガムテはお腹いっぱい。もうガムテガムテ言わないでと言いたいところですね、本当にね。で、私たちのですね、その信仰。信仰をまっすぐにですね、見て、行くんですけども、オートバイでですね、コーナリングを、オートバイでよく道を曲がりますけども、その曲がるときに、スムーズに曲がる方法は何だかご存知ですか？オートバイでですね、スムーズに曲がる方法があるんです。それはですね、出口を見て曲がっていくことなんです。出口を見ながら、オートバイっていうのは斜めにこう倒れますよね。斜めに倒れたときに、自分の体が斜めになっていったら、まっすぐ見えないんです。だから、顔だけはですね、顔だけは斜めになったところで顔だけはまっすぐにするんです。顔だけはまっすぐにして、斜めになって顔だけはまっすぐにするんです。このコーナリングの時にですね、どこを見るか、手前を見たら曲がれないんです。手前を見てったら曲がれないんです。一気に最後に出口を見つめて、出口をですね、見てコーナリングしていくんですね。そういったですね、ことをするとスムーズに曲がれていくんです。私たちの人生もイエス様というですね、視線をですね、持って、まっすぐ出口を見据えて、出口に向かってまっすぐ曲がっていくと。出口を見据えてまっすぐですね、コーナリングしていくと。いうことがですね、私たちに求められているのかもしれませんね。今日は今、キューちゃんの話を見てですね、思わされたことなんですけども、でもですね、私たちはですね、神様の言葉、この聖書の言葉があるわけなんです。この言葉がですね、さっき、キューちゃんが言った、灯台になるんですね。灯台モトクロスじゃありませんよ。灯台モトクロスじゃなくて、灯台モトクロスじゃいけません。私たちは、灯台に持ってですね、このですね、私たちの御言葉で、歩んでいく。これがですね、私たちに、与えられた祝福なんです。与えられた祝福なんです。その祝福をぜひともですね、味わってみましょう。さあ、じゃあどういう祝福が書いてあるか。この祝福をですね、味わってみましょうね。で、今日はですね、マタイ11の28から30までをお読みします。マタイ11の28から30までお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。と書いてあります。これはですね、神様からくださったですね、本当に豊かな私たちに対するですね、励ましの言葉であります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私のところというのはどういうことですか？リアルで言ったら LTL 教会なんです。リアルで言ったら LTL 教会に来なさいということなんです。で、私があなた方を休ませてあげますと。これはですね、リアルで言ったら LTL 教会で安らぐことができるんです。そして、さらに私は心優しく減り下っているから、私はってこれ誰のことですか？これは神様のことですよね。神様は心優しく減り下っているんです。神様は愛なんです。愛は何ですか？愛は寛容、愛は親切。愛はっていうのは神はってことなんです。神は寛容、神は親切なんです。つまりですね、私は心優しく減り下っているから、神は心優しく、心が優しいんです。本当に優しいんです。心優しく減り下っているんです。神様が減り下ってくださってるんです。神様が、私神だけど、私神だけど何かねみたいな、中原明みたいな、そんなことは言いませんよ。とにかくですね、私は心優しく減り下ってるんです。だから、
あなた方も私の首輝を追って、首輝って何ですか、首輝って、首輝って何ですか、首輝わかりますか、首輝わかりますか、キューちゃんに言ったら分かっちゃう。ねえ、首輝っていうのは、牛がですね、牛が牛車を引っ張るのに、この首のところにですね、たるきを渡すんですね。首のところにたるきを渡して、その木のところで引っ張っていくんですね。これを首輝っていうんですよ。牛とか馬がですね、その後ろに引っ張るものを牽引するときのつなぎ役ですね。これが首輝っていうんです。この首輝がですね、私たちの首輝が、なんて書いてありますか、ここに。私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからですと書いてあります。私の首輝っていうのは、その首の輝ですね、このアタッチメントがですね、追いやすいんです。これは神様の、首輝は追いやすく、神様の荷は軽いからですと書いてあるんですね。そういった意味でですね、私たちは、神様のへりくだったですね、心優しい神様がですね、私たちに貸してくれるですね、荷物というのは、とても追いやすい。そういったものが私たちのところにですね、あるわけなんですね。そういった意味で、私たちはですね、私から学びなさいと書いてありますね。学びなさいってどういうことが学びなさいって書いてありますか？聖書にはですね、例えば、右の方を打たれて左の方を差し出しなさいって書いてあります。そんな中ですね、右の方を打たれて左の方を差し出すっていうのはどういうことを言ってるか。つまりですね、許しなさいって意味なんですね。許しなさいっていうのは、もし人生に疲れた人がいたら、どっかでですね、人のことを恨んでる人がいるかもしれません。どっかでですね、人のことを憎んでる人がいるかもしれません。そういう人たちのために許しなさいって聖書は言ってるんです。聖書は許しなさいと書いてあるんですね。許せば許されるんです。許せば許されて自分の気持ちが、自分の心が軽くなるんですね。そういったですね、効果があるから、私たちの、この聖書のですね、言葉にはですね、多くのですね、私たちの心を癒すエッセンスがいっぱい書いてあるんです。そういった意味で、今回ですね、私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからですと書いてあるんですね。私すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。これが今日のメッセージです。さあ、そういうことで、これからですね、私たちは賛美をしましょうね。今日は人数的にちょっと少ないかもしれませんけども、思い切って賛美しましょう。アメー。おはようございます。こうしてまた毎週日賛美の時間に入れることを本当に心から感謝いたします。今日も喜んで主に栄光を持って賛美を捧げてまいりましょう。主の御霊の油注ぎ、私を作り変える。主の御霊の油注ぎ、私を作り変える。我がすべて御霊の
力に満たされて新しく伝えられる我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる主の御霊の油こそぎ私を作り変える主の御霊の油注ぎ私を作り変える我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる我が全て我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる主の御霊主の御霊の油注ぎ私を作り変える主の御霊の油注ぎ私を作り変える我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる我が全て我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる新しく変えられる新しく変えられる新しく新しく変えられる新しく変えられたアメン。はい、じゃあ小さな祈りいきます。はい、ワン、ツー、スリー。この心の恐れや苦しみのすべてを主の私のうちから取り除いてください。ずっと幼い頃に空を見上げながら感じていた平安、与えてください。祈り求めた時、目の前の雲が溶けてゆき、ただの澄み切った空、この心の、この心の恐れや
苦しみのすべてを今私の内から取り除いてください。ずっと幼い頃に空を見上げながら感じていた平安、与えてください。祈り求めた時、祈り求めた時、目の前の雲が溶けてゆき、ただの澄み切った空。祈り求めた時、祈り求めた時、目の前の雲が溶けてゆき、ただの澄み切った空。こんなに大きな空の下で、空より大きな主のところで、今私はただあなただけの力の中で生かされてる。こんなに大きな空の下で、こんなに大きな空の下で、空より大きな主のところで、今私はただあなただけを力の中で満たされてる。祈り求めた時、祈り求めた時、目の前の雲が溶けてゆき、ただの澄み切った空。こんなに大きな空の下で、空より大きな主の懐で、今私はただあなただけを力の中で満たされてる。こんなに大きな空の下で、こんなに大きな空の下で、空より大きな主の懐で、今私はただあなただけを力の中で満たされてる。はい、セルフレーズジーザスいきまーす。はい、早めにいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。歌を声合わせて、イエスを祝うために、共におられる主イエスを歌おう。
祝うために勝利に胸を躍らせイエスの誉れを見よう。イエスはよみがえられた。輝くその姿、喜び賛美しよう。とこしえまで共におられる主イエスを歌おう、歌おう、声合わせてために勝利に胸を躍らせイエスの誉れを見よう。イエスはよみがえられた。輝くその姿、共におられる主イエスを。イエスはよみがえられた。輝くその姿、喜び賛美しよう。とこしえまで、とこしえまで、とこしえまで、とこしえ、とこしえまで、とこしえまで、とこしえまで、共におられる主イエスを。
Hey,
よ寂しお救いの岩おざなたたえよ寂しお救いの岩にさ寂しよさあ寂しよ救い主エスにさあ寂しよ救い主エスにさあ寂しよさあ寂しよ救い主エスにさあ寂しよ救い主エスにホザナホザナたたえよ賛美しよ救いの岩ホザナたたえよ賛美しよ救いの岩にホザナホザナたたえよ賛美しよ救いの岩ホザナたたえよ賛美しよ救いの岩にホザナホザナたたえよ賛美しよ救いの岩ホザナたたえよ賛美しよ救いの岩にハレルヤ、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 ハレルヤ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。
ルヤハレ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 ルヤ。すみこもとさみ。ハレルヤアメン。アメン。熱くなりましたね。歌うと熱いですね。もう大迫さんもねすごいサウナと言ってましたけど、はい、思いっきり死に向かって思いっきり賛美する、死に向かって生きる。皆さん、人生というのは死に向かって生きることです。もう心を尽くして思いを尽くして力を尽くして主に向かって生きるんです。皆さん、そのよくですねスポーツでも何でもこう、ね、夢中になるものがあればいいと言いますね。よくね、趣味でも何でも夢中になるといいね、あなたはもう本当に頑張ってる ね、その夢中になることはもちろんその健全ならいいですけどね、悪いことに夢中になってる場合が多いんじゃないでしょうかね。ね、悪いことに夢中になっちゃダメですね。もう私たちはですね本当に夢中になるべきこと、それはイエス様に夢中になることです、ね、なぜイエス様に夢中になることがいいんですか。それは、そのイエス様に夢中になることによって私たちの未来があるからです。さっきも言いました、ワールドカップで皆さん夢中になってるかもしれません。しかしワールドカップで将来はないんです、ね、そのこの世のことで夢中になっても将来がないんです。多くの人は大事なことと大事じゃないことのその区別がつかないんです。私たちも以前は、虚しいことに夢中でした、ね、価値がないことに、そのエネルギー時間お金をかけてました、それはその価値観が麻痺してるからですね。もうパチンコにもう全勢力をかけてる人がいるかもしれません、ね、ゲームに全勢力をかけてる人がいるかもしれません、ネトゲ廃人になっちゃいますね皆さんね、日だまりさんもなんか1日5時間ぐらいゲームやっちゃいけなかった日だまりさんごめんなさい、以前はもう、ね、ゲームの1日5時間ゲームね、もうお金も何万も月に何万もかけてたとか、言いますけど、皆さんゲームはですねほとんど、まあ、いいとこないんじゃないかと思うんですが、若干あキューちゃんキューちゃんゲームだってちょっと勉強できるんだよと、ね、
ゲームをやってなんか勉強するのもあるらしいですが、まあ、それは若干あるかもしれません。まあ、ゲーム全部がダメということではありません。チャイスクールでもゲームをやって勉強するとかいうことがあります。まあ、クリスチャンが教会がこのリクレーション、リクレーションでスポーツやるということもあります。ですからゲームもそのゲームが目的じゃなくて、もっと大事なことのためにゲームを使うならいいんだと思うんですね。うん、でもゲームが目的になったり、ね、パチンコが目的になったり、お酒飲むことが目的になったらそれはダメだということです。多くの人は本当の目的を知らないんです。本当の目的、本当に大事なことは何なのかを私たちは知らなきゃいけません。皆さん、私たちにとって大事なことは何ですか？将来じゃないですか。将来どうなるか、これが大事ですよね。もう死んでおしまいとか、輪廻転生になると言ったらば、もう将来がないんですよ。死んでおしまい、無になっちゃう。でも将来ないじゃないですか。で将来ないから無駄、時間潰しですね。で、輪廻転生、これも将来何になるか分かんないじゃないですか。ゴキブリになるのか、ね、また人間になるのか分かんないじゃないですか。で輪廻転生を信じてる人はもう将来ないんですよ。ね、まあ正しく生きたら良くなると言うけど、そんな保証がないわけですからね。そして無になっちゃう、死んで無になって何もなくなっちゃうという一見科学的ですけど、それは単なる推測に過ぎませんね。それは科学的じゃないんですよ。だって科学じゃ分かんないんですから。ただ推測で過ぎないね。で今その臨死体験っていうのはありますからね。むしろ臨死体験で一度死んだけど蘇生して生き返る人が増えてる。そっちの方が科学的だと思いますよ。でしょ？だって実際に証言があるわけです。ですから、その死んで終わりじゃなくて、死んだ後、ね、世界があるんだ。死んだ後の世界があるんだということの方が、私たちは、考えるべきじゃないでしょうか。死んでおしまいだったら、まあ、単なる人生は、その時間潰しに過ぎないのです。ね、しかし、私たちは、死んだ後永遠の世界があるということを知って、永遠の世界にも2つあって、天国という永遠と地獄という永遠があるということです。2つの世界がある。どう考えても地獄は良くない。地獄は永遠の苦しみ、永遠の拷問です。私は地獄の怖さを知っています。なぜ知っているかというと、いろんな経験があるからです。そしていろんな人の証があるからです。もう皆さん、地獄というのは皆さんが想像している以上にもっとひどいとこです。もうこれはリアルです。現実です。ものすごく、もう本当に聖書にもありますが、歯ぎしりをするのですね。ああ来てしまった、ああ、あれだけキューちゃんが放送したのに信じなかった、ああ、地獄に来てしまった、どうしよう。いくら歯ぎしりしてももう手遅れなんですね。手遅れ。しかし天国はその逆なんですね。天国は皆さんが想像している以上に素晴らしいところです。もう全くすごいところなんです。もうこれも皆さん霊的に、分かるんです。ですから私たちは天国はリアルであるということと、天国がものすごい素晴らしいところであるということを信じましょう。そしてもちろん地獄よりも天国の方がはるかにいいんですから。生きてる時が時間潰しではなくて、生きてる時が大事なんだということです。多くの人はそのことがわからないから、何のために生きたらいいかわからない。ただ時間潰しで生きて、好きなことをやって終わってしまいますが、それは本当にもったいないですね。本当のもったいないは、物がもったいない、時間がもったいない、ね、お金がもったいないよりも、もっともったいないのは、その大事なことをのために準備しないことがもったいないということですね。むしろ地獄に行く準備をしている。皆さん、罪を犯すとですね、その神様の怒りが増し加わるって書いてあるんですよ。皆さん、当たり前といえば当たり前ですね。罪というのは神様に対する罪ですから、罪をすればするほど神様の怒りが増し加わるんですよ。怖いですね皆さんね。
神の怒りが増し加わるんです。その神様の怒りがものすごく大きくなったらどうなるんですか。その地獄での苦しみが大きいということでしょ、ね、多くの人は知らず知らず神の怒りを増し加えている人生です。私たちも以前はそうでした。私も神の怒りを増し加える人生でしたけど、今悔い改めて神様にあって富むものになりました。それはどういうことかというと、神様が喜ぶことを積み上げているわけですね。アメン。十字架はなだめの供え物と、書かれています。それはどういうことかというと、イエス様のその十字架の贖いによって神の怒りがなだめられているということなんです。アメン。私たちがいいことしたから神様のなだめが、なだめられるのではなくて、十字架のゆえにイエス様の贖いによって犠牲によって神の怒りがなだめられる、怒りが鎮まるということです。アメン。神様を慰めることができるのは十字架だけだということです。神様の怒りがなくなる方法は十字架だけなんです。そのことを知っている私たちは十字架によって生きるのです。十字架によって生きる、神様に対して罪を犯す生き方ではなく、神様が喜ぶ生き方、それは十字架によって生きる、信仰によって生きる、イエス様に従って生きる、これがですね、その神の怒りが静まっていくのではないでしょうか。そして皆さん、今終わりの時代です。終わりの時代というのは良いものがもっと成熟し、悪いものがもっと悪くなるという時代です。収穫の時代だからです。これから皆さん、世界は収穫の時代です。悪いものは悪いものとして収穫され、地獄に、持っていかれます。そしてイエスキリストにある良い麦は良いものとして成熟して天に、その納められるんです。私たちは今良い麦として成熟しているんです。成熟とは何ですか。成熟というのは、私たちが神の子としてイエス様に似ていくということです。ね、クリスチャンが成長するというのは、誠実さ、憐れみ、ね、清さにおいてイエス様のようになっていくんです。イエス様は清い方です。誠実です。イエス様ほどですね、誠実な人はいないんです。イエス様が本当に、誠実なお方ですが、この世にあってもその、誠実なものがその求められています。会社でも誠実な人がボーナスをもらうでしょう。学校でも誠実な人がいい点を取れるでしょう。私たちの人生において、神様に対して忠実に生きます。誠実に生きます。罪というのはある意味では不誠実ということですね。皆さん、物を借りて返さなかった人、ある人手を挙げてください。借りパクは正しいですか、正しくないですか。ですよね。そして、約束して守らなかった人、手を挙げてください。はい。そしてドタキャンした人、手を挙げてください。そして嘘をついた人、手を挙げてください。盗んだことがある人、手を挙げてください。これが不誠実ですね。これが不誠実。この不誠実、神様に対して不誠実だと、人に対しても不誠実になるんです。ですから、不真面目な人というのは、結局は神様に対して不真面目だということです。しかし、神様は誠実なものを求めています。会社でも当然ですよね。会社でも誠実な人を求めてませんか。それから、婚活でも女性は誠実な男性を求めてませんか、ね、結婚するまではいい人のように見えても、結婚したらもう博打打ち、酒飲み、借金だらけ、ね、そういうですね、結婚して騙されたという女性たくさんいるんじゃないかと思うんですが、逆もあるかもしれませんが、真面目だと思ってて不真面目、がっかりしますね皆さんね。私たちは
人に裏切られるのは人の不誠実によって裏切られるんじゃないでしょうか。約束を守らない、ね、信用してたのに騙される、これはですね本当に心を傷つけますね。世の中は、そのように不誠実なことがいっぱいじゃないですか。それはまさに罪がいっぱいということです。そしてその罪の不誠実の原因が罪だということです。自己中、ね、責任転嫁、責任放棄、ね、その欲望で生きる、自分勝手に生きる、これがですね罪ですね。その罪が不誠実を生んでいきます。社会が良くなるためには信仰が必要なんです。人々が神様に対して誠実に生きるようになれば、人に対しても誠実になり、嘘がなくなり、仮パクがなくなり、それからいろんな不正行為がなくなっていくんじゃないでしょうか。今終わりの時代です。クリスチャンの方々、もっと誠実になりたいですか。もっと小さなことに真面目になりましょう、ね、もし小さなことに誠実でなければ大きなことは任せられないって書いてあります。神様は小さなことに誠実なものを集めているんです。私たちは本当に不真面目でした。私も不真面目な人間だったんですね、私も、いろんなことでいい加減だった、ね、何か小さなことをいい加減にして、人を裏切ったり嘘をついたりしたことがたくさんありますけど、それは全部記録されてるんです。皆さん、アーコア、アーコア、天国で皆さん全部記録されてるんですよ、ね、そういう記録されてますけれども、それを私たちは知っています、ね、信仰のない人はもうそんなのあるわけないなんてはね、誰も見てなかったからわからないって言うかもしれません。でも聖書によると全部記録されてます。そしてそれは恥ずかしいことです。でもその恥ずかしいことが、その過去のいろんな不誠実が全部十字架によって許されるということを聞いて、なんと幸せでしょうか。アメン。あ、止まっちゃってるみたいですね。はい、ちょっと待って。今画面が止まってすみませんでした。ある方が携帯電話で教えてくれまして、ここはバイブレーターでブルブルブルってなってですね、腕気がつきました。誰が教えてくれたかは分かりませんが、ありがとうございます。いいですね、こういうね、こういうフィードバックがあってですね、そういうわけで私たちはもっと誠実を目指そうではないでしょうか。今私たちの生活、いろんなことの中で不真面目なところを見つけて、聖霊様が教えてくれます。あなたここ不真面目だよ、あなたここいい加減だよ、あなたここをちゃんとやってませんよ、教えてくれます。人に言われるとカチンってきますけどね、聖霊様に言われたらはいはいってこう言えますね。人に言われたくないですよね、なかなかね。お前ここ真面目にやれなんて言うとね、カチンって、お前こそなんてこう言っちゃいますけれど、人に言われたくない。だからクリスチャンはさばき合っちゃいけないというのはそういうことですね。クリスチャンがさばき合っちゃうのはカチンとくるからですね。優しく言いましょうね、優しくね。でも皆さん、信仰によって神様が教えてくれます。そしてその不真面目なところをクリアして、一個一個クリア改めて、一個一個クリアすることによって成長するんです。成熟するんです。イエス様のように誠実になれるって書いてあります。わお、皆さんもう一度考えてください。私たちの模範は十字架であり、イエス様です。イエス様のようにね、清く正しくなりたいと、そう思うことが大事です。自分の力ではできません。自分の力ではなくて十字架の力、油を注ぎ、イエス様の血によって栄光から栄光へ、主の似姿に変えられると書いてあります。わお、皆さん、そこは私たちの人生の目的なんです。人生の目的は神様が私たち一人一人を訓練して、清くして、変えて、イエス様のような人を作りたいのです。
そしてそれは小さなことに忠実ならば大きなことを任せると書いてありますが、まあ、この地上で大きなことを任せるかもしれませんが、もっとすごいことは神の国で大きなことを任せるということなんです。皆さん今は、職業訓練だということですね。皆さんがしっかりと信仰で歩むならば、その天国で王として神の国を治めるということです。素晴らしい将来があるんです。この希望が私たちの希望です。それが単なるその想像ではなくて現実だということを確信しましょう。私たちの信仰はこの目に見える世界よりも目に見えないイエス様が教えてくれた現実が本当の現実だということを信じることです。ですから皆さん、一日一日忠実に誠実に歩んで、日本のリバイバル、世界のリバイバル、イエス様の再臨に備えて皆さん一人一人がしっかりと歩もうではないでしょうか。一日一日成長しましょう。成熟しましょう。清くなりましょう。アメン。アメン。英語でメッセージしますか。メッセージします。本当？Good morning, brothers and sisters. あ、自分で英語で言って、じゃ英語で日本語で訳すのね。それじゃまさに見てる方が外国の方用に。じゃあ私が日本語でやります。じゃ英語やる必要ないでしょ。皆さんおはようございます。おはようございます。いや今日もね本当にね先ほどもちょっとお話ししましたけども、本当にですね、あちょっと待ってください、聖書入っちゃって、キューちゃんあれでしょ、まだ25から13やってないでしょ。でもね、説明だ、大丈夫ですか。はい、本当にですね、ちょっと皆さんにですね、言いたいことがあったんですけども、ちょっとね、今日は、残念ながら、黒人のね、ジェフリーとか、レイモンドとか、ちょっといらっしゃらないので、尺が余るんじゃないかと思ってね、ちょっとね、その間にですね、ちょっと自分は何か言いたいなというのがあったんで、お話ししたいと思うんですけども、本当にですね、神様がいると思って皆さん神様目線でちょっと考えてみてください。神様がいると思って、神様が人間をこしらえて、その人間がですね、うよいよ地球上にいっぱいいて、いろんな活動してると、それを全部見ている神様がいると、ちょっとそういう視点で物事を考えてみてください。そうしたら神様がいると思って正しくした人と神様がいないって好き勝手やった人で差が出るのは当然じゃないですか。神様がいると思って、じゃあ神様がいる、神様がいない、神様がいると思って、正しいことをやった人には当然の報いが、いい報いが来て、神様が、いないと思ってやってきた人に対しては、悪い報いが起きるのは、神様からの目線から言えば至極当然の、結果がそこに出てくるわけなんですね。で、私たちはですね、神様がいるから、じゃあ神様が目に見えたらどうですか、皆さん。神様が目に見えたら、あ、神様、あ、ここにいる、なんか変なことできない、まずいことできない、神様がやめろって言ってることをやってはいけない、目に見えたらそうしますよね。でも目に見えないからこそ私たちはちゃんとする必要があるんじゃないですか。目に見えないからこそ私たちはちゃんとですね、神様が喜ばれることをすることに意味があるんじゃないですか。そこに差が出てくるんじゃないですか。そこにですね、目に見えないから、じゃあ目に見えないんだったらもう俺たち好き勝手やっていいんだ、なんか人を殴ろうが、ね、人のものを盗もうが、
何しようが、金を稼いだもん勝ちだ、好き勝手酒飲んでワイワイやったもん勝ちだ、人生一度きりだ、それでおしまいだったって、そんなことを言ってるようじゃ神様は喜ばれないということが分かるんじゃないでしょうかね。本当にですね、私たちは神様見えないからこそ、これチャンスなんですよ。目に見えないからこそ私たちは貧困法制に正しくやって、それで神様の報いを後から受けるっていうのは一つチャンスなんです。これが神様降りてきてごらんなさい。降りてきてしまったらどうですか。目に見える、あ、神様なんだ、あ、じゃあもうそれから正しくしてももう遅いんです。神様が目に見えないからこそ今私たちは神のですね、喜ばれることをしようではありませんか。そして私たちは神様に作った、私たちを作ってくださった神様に感謝の褒め歌を先ほど歌いました。一生懸命歌いました。これはですね、神様が私たちのことを見てくださいます。その見てくださる神様がですね、本当にですね、私たちのことをですね、祝福してくださらないわけがないじゃないですか。なぜか、なぜならばそれはイエス様を私たちのところに送ってくださった、つまりですね、自分の子供をですね、送ってくださったこの地球上の人々に対してイエス様を送ってくださったんですね。大事な大事な一人息子。そしたらその地球にいる人間が何をやったか、十字架にかけてしまって殺してしまった。でもそこに神様のなだめの、供え物として私たちが、やったことが、私たちというか人間がですね、やったことが神様の名前の供え物となって異邦人に祝福が及んでったわけなんですけども、本当にですね、私たちは、神様に会ってですね、本当に、祝福されてます。この祝福されてるですね、この、1分1秒大事にいきましょうよ。大切にいきましょうよ。そしてでいつの日か私たち神様に、お前よくやった、お前よくやったよ、お前よく頑張った、人生でよく頑張った、よしよくやったって言われるようになりましょう。アメン。アメン。私のメッセージは今日そういうメッセージです。アメン。生まれつきの人間は悪魔の子ですから、皆さん、例えばひまわりの種を植えたらひまわりがなるじゃないですか。で、あと何がいいでしょうかね、タンポポの種を植えたらタンポポがなりますよね。で、悪魔の子は悪魔になっていくんですよ。神の子は神のになっていくんです、ね、そこでだんだん成長してはっきりしていく。最初は分かんないけれどね。ですから、この終わりの時代っていうのは、その人の種が何かっていうことが分かってくるんです。悪魔の種を持つ者は悪魔のようになっていっちゃうんですね。アメン。で、イエス様の種を持ってる人はイエス様のようになっていくんです。アメン。アメン。皆さんどっちがいいですかね。え、イエス様の種を持ちましょうね。私たちの罪というのが悪魔の種です。いいですか。罪が悪魔の種。そして、その聖霊様がイエス様の種と言ったらいいでしょうか、ね、聖霊様。聖霊様を持つ者は聖霊様によって、導かれて神のようになっていくんです。罪を持つ者は、罪は悪魔の種だから悪魔のようになっていっちゃうんですね。世の中の人たちが悪魔っぽいのはみんなそういうことですね。昨日ですね、ちょっと失礼なんですけど、スーパーマーケットで男性がですね、レジで買ってたんですね。そうすると横柄なんですよ。うん、これ、うん、これ、お釣りとかなんとかね、なんか、これ随分なんかこうね、応募だなと思ったんですけど、きっとどっかの会社の上司かもしれませんね。会社で、お前、これってやってる人が、レジでも、これ、お釣りとかなんとかね、やってね、非常になんかかわいそう、レジの人がかわいそうでしたけど、悪魔の子は悪魔のようになっていきますね。皆さん、世の中にパワハラが多いのは、いじめが多いのは、この世でいろんな、その傷つける暴言、暴力暴言を吐く人が多いのは悪魔の子だからですね。ネットでですね、悪コメ書く人も悪魔の子ですよ。皆さんどうしますか。
よくあの死ね死ねとかね、死んじまえとかいなくなれとかいう暴言あるでしょ。まさにあれは悪魔の言葉だと思いませんか。あれでいかに本当にですね、生主のたくさんの人があれで自殺しちゃったんですからね。もう本当にネットでですね、悪魔の言葉を語ることによってですね、たくさんの人がですね、もうカチンときてみんな自殺しちゃうんですよ。まさに自殺というのはですね、その悪魔が殺すことのやり方だということですね。自殺に追い込むんですよ、ね、追い込む、これが悪魔の手口なんです。それは悪魔の子が父である悪魔の言うことを聞いているということです。本当なんです、深刻なんです、ね、たった一言で死んじゃうんですから。もうまさにこの死の、なんていうかな、剣と言ったらいいでしょうか。ぐさってね、もうその人の心をぐさっと刺して殺してしまうというとんでもないことなんだという、その罪は大きいと思います。そのね、人に暴言を吐くということはまさに人殺しなんだということです。本当なんです。その私はナイフ持ってないよ、私はピストル持ってないよ、いや関係ないんです。言葉がその人を殺すんです。ですからその罪の大きさを知ってください。リスナーの方々で少し心を刺された人はもう二度と悪いことは言わないと決心をしましょう。アメ、悪い言葉を捨てるということは、アメ、ね、その罪の心を捨てるということです。アメ、悔い改めるということはそれをイエス様に取ってもらうということです。アメ、イエス様にその悪魔の種を取ってもらって神の種をいただきましょう。アメ、まだ間に合うのです。アメ、まだ間に合います。アメ、これからじゃないですか。アメ、日本はこれからです。たくさんの方が今日来てくれてるじゃないですか、ね、これは神様が用意してくれた時間だと信じます。聖餐式をします。聖餐式は、契約です。そのイエスキリストを、信じる者がですね、イエスキリストを信じる者がそのイエス様と契約をすることになるんです。私たちはその原点にいつも帰ります。十字架が原点です。アメン。なぜ十字架が原点ですか。その十字架のゆえに救われたからですね。私たちは神の子になった理由が十字架だからです。その前は悪魔の子だったんです。悪魔の子から神の子になった、こんな大きな変化はないですね。あ、おぎゃー、おぎゃーって赤ちゃんで生まれたことも素晴らしい誕生かもしれません。でもその時点では悪魔の子なんです。もちろん生まれてきたからクリスチャンになれたわけですけど、でも大事なのは悪魔の子として生きることではなくて神の子になる、なって神の子として生きることじゃないでしょうか。それはイエス様との契約です、ね、契約によって私たちは神の子になれるんです。リスナーの方々でイエス様を信じたい、契約したい、神の子になりたいという人はぜひ、悔い改めて、ね、イエス様を信じますと言って、その信仰に入ってください。信仰に入ってください。これは種なしパンといって、まあ、薄っぺらいのはイースト菌が入ってない、膨らんでないパンということです。そしてこれはどういう意味かというと、罪のないイエス様ということです。まあ、イースト菌が罪とか嘘ですね。嘘のないお方、罪のないお方、その十字架によって裂かれた体、このイエス様のパンによって私たちは命を得るんだということです。そこには大きな犠牲がある、十字架にかかるという犠牲です。このことを私たちは覚えていつも聖餐式をします。なぜかというとそれが私たちの原点だからです。救いの原点、神の子になった原点、罪が許された原点、永遠の命の原点だからです。アメン。心から悔い改めてイエス様に感謝しましょう。天の父様、たくさんのリスナーが来てくれていますけれども、どうぞ今日のメッセージを聞いて何かを思わされ、クリスチャンになりたい、
罪が許されてほしい。神の子になりたい。クリスチャンになりたい。天国に行きたい。裁かれたくない。苦しみたくない。イエス様の追いやすい首輝きを追って、イエス様についていこう。もう、この世の生き方を疲れた。もう人生が辛い。生きる意味が欲しい。そのようなリスナーの方々が、今、イエス様を信じますよ。今、イエス様を信じますよ。今、信じて、新しく生まれ変わりますように。イエス様、どうぞ、リスナーの方々、あなたは一人一人をご存知です。一人一人の苦しみ、悲しみをあなたはご存知ですから。この今、放送を見ているのは偶然ではなく、あなたが導かれたと信じます。どうぞ、そのリスナーの方々が、この聖餐式を通して、イエス様を信じることができますように。心から感謝します。今をパンを裂きますけど、そのパンを裂くというのは、イエス様の十字架の苦しみを表しています。パンを裂くときに、あなたの苦しみを覚えますように。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。私たちはその怪我をしたり事故に遭ったりすると血が流れます。で出血多量になると死んでしまいます。ですから血はとても大事ですね。 血があって初めて体が生きるわけです。イエス様は十字架で血を流した。自分の大事な大事な血を流した。それはその血によってイエスキリストを信じる者が血を受けるためです。そしてこの命である血が私たちに注がれて、私たちは命を得るのです。死んでいた私たちがイエス様の命で生き返る。イエス様の血で命を持つ。これは真理です。真理です。死んでいる心、死んでいる人生がイエスキリストを信じる信仰によって、イエス様の血によって生き返る。リスナーの方々、皆さんは霊的に生き返りますよ。死んだ心、死んだ人生が生き返ります。すべてが生きます。すべてが生きます。アメン。人間関係も回復します。アメン。天皇父様、以前は死んでいました。もう希望がありませんでした。それはイエス様から遠く離れ、肉で生きていたからです。罪で生きていたからです。悪魔の子として生きていたから命がありませんでした。しかしイエス様と出会いました。イエス様を信じることができました。今イエス様から命を得てます。命を得てます。心が生き返りました。人生が生き返りました。人間関係が生き返りました。希望があります。イエス様感謝します。リスナーの方々に命が注がれますように、希望が注がれますように、死んだ心がよみがえりますように、死んだ人生がよみがえりますように、リスナーの方々を救ってください。救ってください。救ってください。日本を救ってください。世界を救ってください。イエス様来てください。この世に来てください。イエス様、あなたが必要です。来てください。心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。今皆さん、イエス様から油注ぎを受けていると信じます。今命が注がれていると信じます。聞いているだけで、見ているだけで油注ぎがあります。今皆さんが受けている何か、目に見えない力、それは神の力です。今皆さんが受けている何か熱いもの、それが油注ぎです。
もっと受けてください。もっと飲んでください。もっと飲んでください。命の水です。命の水です。もっと飲んでください。癒されます。回復します。ワンモア。そのワンメッセージの、キューちゃんワンモアメッセージの前に僕にもう一度、はい、じゃあどうぞ。チャンスですね。すみません。ハレルヤ感謝でーす。今本当にですね、イエス様の体と、そしてイエス様の、血をですね、私たち、本当に身に染みる思いで、いただきました。本当に感謝ですね。世の中に多くの人がですね、神様がいると、神様がいると、神様いるのは分かるよという人が多くいらっしゃいます。神様いると思うよ、多分ね、神様、世の中に支配している神様がいると思うっていう人はたくさん数いっぱいいます。でもじゃあなんでイエス様が神様なの、なんでそのうちのイエス様が神様なのっていう人が多くいらっしゃいますね。なんでイエス様か、それはですね、一回も悪いことしてない、罪を犯したことないイエス様が私たちに罪を背負って一旦死んでくださって、地獄にですね、貼り付けになって死んでくださって、そして地獄から蘇った、それで3日目に蘇った神様はですね、悪の力に対して勝利した勝利者なんですよ。だからですね、勝利者がですねいるから、私たちはですね、その勝利者の名前を叫ぶと悪魔が出てくるんです。だから悪魔が出てくるんです。神様はですね、いらっしゃる、神様いるっていうのは分かるっていう人は多くいると思います。でもですね、話繰り返しになるかもしれませんけども、悪魔が出てくるのは本物の神だから、悪魔が出てくるのは本物のイエス様だからこそ悪魔が出てくるんです。皆さん分かりますか、ここに真理があるんです。ここに真理があるんです。真理とは何ですか、絶対的な真実です。絶対的真実、もう揺るがない、もう何が起こっても揺るがない、もう何が起こっても絶対その土台は盤石で、絶対ですね、物事が動かない、これ絶対的な真実のことを真理というんですね。この揺るがない事柄、揺るがない事柄こそイエス様のその私たちの、一連のですね、イエス様の行いではないでしょうかね。主に感謝です。イエス様は名前を唱えれば悪霊は出てくるんです。例えばですね、例えば怖い人がいるとしますよ。怖い人誰でしょう、誰でもいいです。怖い人といえば、小泉純一郎でもいいですね。小泉純一郎の名前で悪霊を出てけって出てきますか。小泉純一郎の名前によって悪霊を出てけって言ったら出てくわけがないですよ。誰でもいいですよ。プロレスラー、誰でもいい。蝶野正弘の名前によって悪霊を出てけ。出てかないんですよ。なんでか。それは悪霊が取るに足らない人間だから。馬鹿にして全然出てく気も、出てく素振りも見せないんです。これはですね、イエス様だからこそ、イエスキリストだからこそ悪霊が出てくんでーす。主に感謝です。イエス様こそ本物です。もう一度言います、イエス様こそ本物です。アメン。主に感謝です。アメン。私たちはイエス様を証ししてます。そして私たち自身がイエス様の力で変えられたんです。証しというのは、そのイエス様の力で変えられたということを証言しているわけですね。もう由美子さんも素晴らしい証言を証しをされましたね。もうパルさんも素晴らしい証しをされました。私たちは証しを持ってるんです。そしてその証しがあるから、イエス様が必要である、変えてくれるということをはっきり分かってるんです。そしてその皆さんも、リスナーの方々も、その変えられてほしいのです。イエス様の力によって人生が変わるんです。もう本当に
口でいくら言ってもね、実際に証がなければダメですから、もう皆さんが証人になってほしいのです。あー、キーちゃんやっぱりそうだったね、キーちゃんイエス様を信じたら変わったよ、イエス様を信じたら何か自分が自由になったよ、許せたよ、もう本当に悪いことから離れられたよ、それは本当に目に見えないけど皆さんの証がまさに証なんです。実際の方々、皆さん証持てます、もう今日から証持てます、もうイエス様によってもう素晴らしい人生になります、もう今までの問題がなくなります、もう本当に自由になって、もう今まで苦しんでたのが嘘になります。あ、なぜ私は昔あんなに苦しんでいたんだろう、もう私はもう楽しくてしょうがない、もう希望で満ちてしょうがない、あ、人生素晴らしいってなれるのです。多くの人は人生苦しいですね、生まれてこない方が良かった、もう何のために生まれたらいいか分かんないっていうのが、これよく私はあの電動放送でみんなが言う言葉です。私も昔はそうだったんです。私ももう起きるのは嫌だ、もう仕事は嫌だ、もうめんどくさい、もう寝ていたい、一日中寝ていたいと思ってました。多くの人そうじゃないですか。それはまだイエス様と出会ってないからです。イエス様の力を受けてないからです。もう肉の力、欲望で生きてると誰でもそうなっちゃうんです。ですから日本に必要なのはイエス様の力です。イエス様の命です。イエス様の愛です。イエス様の希望です。今皆さん持ってるんです。持てます。信じれば受けます。受けてください、受けてください、今持ってください。人生を変えましょう、もうすべてを変えましょう、もうすべてが変わるのです。家族が変わります、仕事が変わります、すべてが変わるのです。それがリバイバルです。日本にリバイバルをもらいましょう、もらいましょう、もらいましょう。アメン、アメン、アメン。ありがとうございました。今日は本当に素晴らしい延長でした。ありがとうございました。それじゃあ皆さん明日の朝お会いしましょう。シャロン、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 アメン、アメン。